もったいない、もったいない。どんどんなくなってる蕎麦を見ると心が痛いです。認定茶そばじゃないですか。ちなみにそれ知ってる、私茶そば食べたことはない、うん、ないない。そばは何、鴨白せいろそば。揚げたて熱々生桜エビかき揚げ。でも生桜エビって言ったら火を通しちゃいけないんじゃない。だから生の状態で揚げたてたってことだよね。あ、心臓がパクパクパクしてるから生きてるって意味なのか知らんけど、レッツゴー。あ、いいねいいねいいね。有名人がたくさん来てるんですね、ここ。私が知ってる人はオムネアムドッパ。あの、私今思ったのが、日本で茶そばを食べたことがない。あるのも知らなかった。口に入れたことあるかもしれないけど、うん、頼んだことがないので、今日非常に興味あります。非常にっていう言葉大好き。なんかすごいっていう言葉より非常にって言ったら、本当にそれ願ってるんだっていうイメージない。どうでもいいけど、口閉じて早く注文したいと思います。メニューがここはすごいのがこれです。お店の名前なんて必要ない、松。これを見ながら皆さん茶そばを注文して、あとは松だけ。写真の撮り方がもうちょいこう綺麗に撮れると思うけど、当店のおすすめって書いてますので、そばと生桜エビとかも書いてあるので、私はこれにします。ただ、うん、ご飯なしにしたかったんですけど、ぴょぴょぎがご飯食べるので、私はこれにします。お、これ新茶ですか。いや、新茶じゃない。あ、新茶。あ、言ってみただけです。私新茶初めて飲んだんで、今日新茶っていうの飲んだことなくない。あんまり記憶にないですね。私コーヒーしか飲んだことないから、うん、キティキティよ、うん、カルシウム。キティキティ、ポップコーンなんてキティじゃない。ポップコーン、ポップコーン、ポンポッパン。はい、ありがとうございます。うわ、これはすごいよ。あの、まずかき揚げ、あの、私が思うかき揚げは工場から出て冷凍で、このお椀みたいにこう熱くて揚げ揚げたっていう感じで、あとそばの量ちょっと足りないですダイエットしてるってことだから。いや、これ素晴らしいです本当に、うん、いや、もう何から食べればいいのかがわからないぐらいです。思ったより緑ですね。別キムチありますね。おしんこ、ぴょぴょちゃん食べるから、わさびは抜きにしてネギだけ入れました。なんかこの一式いいよね、気持ちいい、うん、じゃあまずこのままつけずに茶そば食べてみたいと思います。知ってる人の食べ方だよね。ああ、茶そばって本当にこう少し香りが上がってくるとか、味あんま変わんないとか言う人いるんですけど、一発できます本当に。本当にこれだけ色濃かったら確かに味が強そうですね。二投目からは絶対入れるんですけど、これで またそのままで食べたいぐらい。干しちゃってる。うん、爽やか。とわさび乗せて食べてみたい。あとパサパサすぎず、私が好きな弾力ですね。もう茶そばは一番寿司に似てるんじゃないか、生物みたいな感じ。だからわさびだけど食べるのに全然美味しいんですよ。つゆいらなくないですかっていうぐらい本当に。食べてる。うん。うん。今そばちょっと追加できるかわかんないですけど、もう半分なくなっちゃったんですよ。つけてないんですけど、熱々のままに桜エビのかき揚げちょっと食べてみたいと思います。うわ、エビせんだ、エビせん、実写版エビせん、マジでな、うん、まっ。これやばいですよ、エビチヂミです本当に、うん、うまくない、濃厚。これなんでこんな美味しいの、あのつゆとか、これなんて言うんですか、このソースもいらない、全然臭くない、くどくもない。あ、うまっ、やばくないですか、美味しい。ご飯にしらす食べたい。もう全部もう乗せちゃおう、もう一匹も残らないように、もう全部入れて食べたい。うん、おしんこもうまいよ、ここ、うん、美味しい。口いっぱい食べてるのに、もっと口の中に詰め込みたいぐらい美味しいよ。このお店にいらないのがあって、つゆいらない、味変いらない、味変もクソも1個そのまま食べる、次つゆつければもう味変ですよ。つゆいらない、あとまたそばちょっと食べる。それからやっと半分以上もうほぼ終わりなのに、やっと初めてつゆつけます。じゃあもう
本当に最近そばちょっと飽きてきたって言ったじゃん。でもさっぱりしていつまでも飽きずに食べられるような気がします。うわうまっ。そばにわさび乗せてそばを持ってどんどんなくなってるそばを見ると心が痛いです。追加注文できるか聞いてみよう。これでもないよ。これ一見量少なくように見えたんですけど結構ボリューム。しそですね。美味しい。そして新茶じゃなくて旧茶。旧っていうのは皆さん悪い意味じゃないんですよ。旧社会もそれは旧っていい意味たくさんあるんですよ。皆さん好きな肉旧、利旧。すいません。おじいちゃんこれはシラスは仕方なく私が食べます。私シラスはそんな人のものを奪って食べるの好きじゃないんですけどじいちゃんが残すので仕方なく食べます。仕方なく幸せ幸せならシラス食べよ。おいごおいごクジラみたいですね。クジラだクジラクジラ。シラス美味しいよこれ。もったいないもったいない。本当にもうどんどんなくなるのが寂しいです。このお店の問題は寂しがり屋さんが来たらすごい寂しくなる。一人当たり2つずつ注文した方がいいと思います。でもシラスくんがたくさんいるので寂しくない。ここはまずいものがない。いやもう本当におしんこも美味しい。おしんこやばい。ここでまずいのは気まずいだけです。追加注文したので恥ずかしい。ちょっと皆さんの中で追加する人いますか。最初に大盛りでっていうのはあるけど、うん、麻布で有名なところ行った時に追加ってっていうのがないから一人でもう2枚食べちゃったんですよ。でもここはなんか追加が一応できるっぽい。とても親切です。うわエビチヂミつけても美味しい。このままでも美味しい。ミャン먹어볼까아빠가먹을까これなんだろう。これ万能ネギかなんか。ネギ万能ではないけど違うネギじゃない。これ万能じゃないですよね。ニラでもないし。진짜너무맛있다。안질려。깔끔하다。진짜계속먹는데안질려。그러니까오신코별로아무생각없었는데여기와서먹으니까오신코가좋아질것같아。오차가계속갖다주시는게되게좋다。しかも子供用なのにグラスガラスですね。これもう食べるものがないです。待つだけ。皆さん待つだけ。私あんまりこうタイトルにショックを受けたつけるのちょっとくすぐったくてつけないんですけどこれはショックに入るぐらいです。認定。これがまあ日本人の皆様には普通の味だよとかこんな感動しなくていいよって言うかもしれないですけど想像してたのが色だけ違ってパフォーマンスなのかなと思ったんですよ。あと前にサービスエリアでちょっと食べた時も記憶がなかった理由がおそらくそういう理由だったと思うんですけどここはすごいしっかりした香り、それにふさわしい楽しめるような味のセッティング、これがすごい良かった。影分離が되게진정된다。落ち着きますねこの雰囲気は。サイン以外はトイレって書かないでなんでおしっこって書くんですか。あ、おしるこですわ。失礼しました。ごめんなさい。おしるこも日本で食べたことないから。なんかおしるこってあれでしょ、小豆入っていて甘いやつでしょ。自販機のものしか食べたことない。私は自販機でリアルゴールド以外を出したことがない。おしるこでも味の想像はできる、うん、観光にも似てるものあるから。でも茶そばは本当意外だよね。これはすごい。あと桜エビやばいです。シラスも美味しい。お茶も美味しいし全部美味しい。どうしよう。どっちもうそばが出ない。待つだけ。長く待つだけ。清水で釣りをすると夜間をくれるんですよ。お茶くれるの。でお茶が本当植物ですかっていう味がする。美味しいのかまずいのか分かんないけど私は好きなのです。ごいローカルのお茶みたい。お茶がすごい入ってるんですよ中に。でお茶が入ってくるよ口に入っちゃう。あ静岡だからやっぱり。静岡がそうなのかあのお店だけなのか分かんないけどこのお茶がもちろんその船のお茶よりは美味しいんですよ。でもなんかこの静岡特有のこの緑茶の味がちょっとこれ植物の匂いっていうか緑の味が強い。やっぱり、あもう新しいやつが来ちゃった。私皆さん嘘じゃなくて本当に食べます。このままが美味しい。本当に嘘じゃなくて皆さんもう食べたら3分の1ないじゃないですか。でさっきは定食だったからシラスはご飯と食べたんですけどこれだけだとどうやって食べる。ここに入れるはないよね。入れる必要ない。もったいないでしょ。味ついてる。うん味ついてるよ。すごい。これはそば粉入ってない。もう上小麦と思っちゃう。あそば粉全く入ってない。そば粉入ってない。あ郷土文化によって違うけど、はい、だけどこれあるからこういうような美味しくないから。カサバがそば言ってあこういうこうちょっと香りで嗅いでカツオのカツオカツオの匂い、だしの匂いする、ねうんうん、こういうのをそば湯代わりに入れて飲む方がこの辺を。ありがとうございます。
蕎麦のそういう食感じゃないって言ったじゃないですか。だから蕎麦入ってない。小麦にお茶だけ。蕎麦の香りがするって言わなくてよかった。そうだから私言ったじゃないですか。茶の匂い。知らなかった、知らなかった人いた。絶対知らなかった人。あなた蕎麦じゃないのね。違う名前でよくない。だからこのままでよかったんですよ。でもつけよう。確かにつゆなしでもいける。これ何が違うの。これがカツオだし、これが本当の茶そば。茶そばの小麦の味だよね。塩上手ね。これも薄いな。香りだけです。味はついてないです。つゆに入れて寝るから、うん、あ、そういうこと。そう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 。あ、それは美味しいかもね。ご飯食べる。ご飯食べる。うまっ。マジで美味しい。あら、駿河湾に沈んでいる魚のように深いところまで沈んでた。これを入れて。あー、もう変わりますね。一発で変わりますね。これはいいです。これはいいです。ちょっと醤油にすごいさっぱりとしたぬく入れた感じで。ぬくまむ。ぬくまむ魚醤油。でもそれは味違うんですけど、これは本当香りだけです。この香りがどんだけすごいかというと、さっきのつゆは甘さが強かったんでね、これ普通のカツオの匂いしかしないやつを入れたら、こう元々つゆで独特の酸っぱさあるんですか、それがすっごい増します。これ、うん、酸っぱさが。あ、いいね。잘먹었습니다。ごちそうさまでした。はい、今日は日本の伝統的な茶そばを地元じゃねえな、発祥地、発祥地で合ってるか分かんないけど、うん、静岡で食べました。すごい美味しかったです。本当に申し分ない一食でし た。ここはもうリピートが私の香水確率と同じぐらいです。リピート 3000% です。ということで今日の内容が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それで皆さん、バイバイ。滑り台。